イエローラインはアメリカ合衆国シカゴの地下鉄路線。システムのルートであり、全長点1マイルで、駅のほとんどが閉鎖されているため、3つの駅しかありません。サービス範囲はシカゴ北部郊外のスコーキンに限定されており、シカゴのすべての地下鉄路線の中で郊外への直通運転を提供していない唯一の都市です。2012年には、 一週間に7063人の乗客を運びました。シカゴメトロイエローラインは1925年3月25日に開業し、1948年3月27日に閉鎖され、1963年1月21日に再開されました。黄色の路線はもともとシカゴラピットトランジットカンパニーに属していたが、 1963年1月21日にシカゴ地下鉄がこの路線を購入した。2010年6月21日、イエローラインの中間駅であるオークトンスコーキー駅が着工しました。駅はスコーキーの繁華街にあり、2001年以来イエローラインで建設された最初の駅です。この駅は2012年4月30日に使用が開始されました。 2015年5月17日、マコーミックアベニューの西側の堤防の一部が崩落し、鉄道区間全体が崩壊し、列車がこの路線を走行することができなくなった。近くの浄水場の工事現場でのミスで崩落した。その日の夜10時に、イエローラインが運休になった。2015年10月30日にイエローラインが運行を再開し、最初の1週間は、下により乗客は、 無料でラインに乗ることができ、2015年末まで、デンプスタースコーキーのターミナルに無料駐車場が提供されました。ありがとうございます。